さあ始まりましたビジネスフラッシュ。さて突然ですが、そろそろ受験のシーズンですね。あ、お先生、受験の思い出とかあります？どうですか？なんか夏期講習とか冬期講習とか行った思い出ありますけど、なんか孤独ですよね受験って。なんか一定勉強してました？ちゃんとあんまり勉強してませんでした。すみません。松さんとかは？僕はねサッカーやってましたね。そうですよね。ですからね、あんまり、まあ、勉強は結構してましたけども、まあ、あんまり出来が悪かったんで僕はね。まあでも結局ね、はい、その出来不出来というよりも、はい、やる気があるかないかっていう、ね、そこがやっぱりこうポイントになるということなんですね。どうやって子どものやる気を引き出すか、ここに注目をしている実は企業さんがあるんですよ。引き出してほしいな俺も。そこでですね、今回ご紹介する企業さんなんですが、独自のメソッドで受験生、つまり子どもたちのこうやる気を引き出してまたテクニックを教えていくという、そういう企業さんです。こちらです、どうぞ。はい、大手塾で、上位クラスをしっかりと担当し実績を上げてきた講師のみを採用していく、そういう塾でございます。ですので我々は他では絶対にやっていないそのヘッドハンティング会社に依頼したり専属のスカウトマンを雇ってまで講師を獲得してます。株式会社受験ドクター塾長の阿部光一郎さん、国語専任講師であり広報担当の春野陽子さん、国語専任講師の夏川博史さん、中学受験専門の塾である株式会社受験ドクター阿部塾長が由緒正しい講師と呼ぶ元有名塾でトップクラスを担当していた講師だけを集め、偏差値20アップ指導法により難関中学への高い合格率を保っています。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは、受験ドクター、これはどんな塾なんでしょうか？はい、あのサピックス日能研といった中学受験専門の大手塾、そのトップ講師をヘッドハンティングスカウトで集めてドリームチームを作りまして、中学受験専門の個別指導塾としてやっております。中学受験ということは、通われる先生、あの生徒さんっていうのは小学生ということですね。5、6年生が中心になります。なんか難しそうですね。一番大変ななかなか言うことを聞いてくれないようなイメージがありますけれども、この中学受験特有の難しさというのはもちろんあります。トップの先生という方がいらっしゃるわけですね。はい、そうですね、あのどこの大手塾でも本当に人気実力実績兼ね備えたそういう先生のみで構成していきたいと思っております。なんかこう少数精鋭というか、そうですね、選抜チームですね。日本代表みたいな感じですね。俺入りたいんだけど入れないっていう人もいるんですよね、きっとね。あの厳しい基準を設けております。いい先生、トップクラスの先生を集めた、時期ということだけは分かったんですが、他にその受験ドクターの特徴というのはどんなものがあるんでしょうか？結局講師の質に尽きると思います。あのプロ講師といえば学生ではなくて社外人講師であればみんなプロ講師になってしまうんですけれども、我々はそうではない、大手塾で、上位クラスをしっかりと担当し実績を上げてきた講師のみを採用していく、そういう塾でございます。ですので我々は他では絶対にやっていないそのヘッドハンティング会社に依頼したり専属のスカウトマンを雇ってまで講師を獲得してます。すごいな、なんかいい先生をもう、とにかく集めて、でもうとにかく能力の高い先生を、もう集めてる、それしかいないということですね。そういうことです。そこがもう尽きると思います。なかなか自分の小学5、6年生を思い出すと、受験はしなかったなというか、そういう考えはまるでなかったタイプだったので。というか逆にあれですね、僕なんか小さい頃先生たちいらっしゃったらもうちょっと違う人生だったかもしれない。中学受験してました。なんか 今頃僕医者になってる。お話だけ聞いていると確かにそのいい先生を集めてでノウハウを蓄積して小学生にやる気を起こさせてというと、まあ、他の塾でも、もちろんやってると思うんですけども、その受験ドクターでは他と違うというかそういったなんか差別化のポイントというのはあるんでしょうか？
偏差値20アップという指導法を開発しておりまして、でこの偏差値20アップっていうのは実は勉強だけではなくて子どものやる気を上げるために先生方が接し方を考えるっていう子どもソーシャルスタイル診断っていうのは要は社会的にどのような行動をするかっていうその行動の型に合わせてお子さんに接するというで最初に入塾していただくときにそれぞれ診断書をお渡ししてでアンケートに答えていただいて、まあ、4つの型に分かれるんですけれどもどの型に当たるかということでこちらとして、まあ、話しかけ方だとかお子さんたちに勉強させる時の、その指導法であるとかそういったのを準備して接するようにしてるんですね。子どもソーシャルスタイル診断とは入塾を希望する小学生と保護者の方を対象に診断アンケートを行いその診断結果から1社交型2友好型3行動型4理論型の4つのスタイルに分類これにより塾で学ぶ小学生一人一人に合った適切な学習指導を行っています。たった4つに分類されるとちょっと驚いたんですけどもっといろんなパターンがあるような気がしたんですが、意外とじゃあ中は共通しているということなんでしょうかね。そうですね、うん、4つの方と申し上げてもメインスタイルともちろんサブスタイルとあるんですけれども、まあ、面白いぐらいにこういう観察でもある程度プロになると分かってくるんですがおそらく松木さんは社交型と友好型ではないかと思うんですけれども僕は夜遊びはあんまり好きじゃないんですけども社交型ではあると思います、はい、その社交型っていうのはお子さんやっぱり楽しくないとなかなか乗り気にならない。あ、もうまさにそうですね。そうですね。もうつまんない時間は大嫌いですね僕。だ多分小さなお子さんと似てるんじゃないかなと思います。そうするとこちらとしてもなるべくこうテンポよく明るく楽しい雰囲気で淡々と進んでいく形を取るんですね。でちょっとわからないところがあるとわかるところから始めてあげる。あ、嬉しいですね。なんか自分ができるような錯覚を常に楽しく楽しくそうです。これはもうでもどのお子さんも どうですか。そちらの方が多いんじゃないですか。いえいえ結構理論型と言われるお子さんがいらっしゃいまして、そうするとデータとか分析の方が重視されるお子様っていうのはいらっしゃいます。小学生ですか。そうです。そっちの方がやっぱ反応がいいんですね。でそうするとこちらとしてあまりこう明るく接すると引いてしまって殻に閉じこもってしまって出てこなくなってしまう。あとあまりテンポよくこちらでお話ししてしまうと、はい、今度は自分から言葉を発することができなくなってしまう。ですからそういうお子様に対してはしばらく待つ。質問一つしたら待つ、はい、で考える時間を与えてあげるっていうような接し方が全く異なってきますので、そういうソーシャルスタイル診断というものを用いて接し方を考えております。ですから僕も小さいお子さんをねサッカースクールなんかで教えたりすると、本当に今おっしゃるようにいろんなタイプのお子さんいらっしゃいますから、本当にこのちょっとこう離れてた方がいいなっていうお子さんはずっと何でも好きなことを別のグループでもいいからやらせてあげると、だんだんこう入ってくるというね、そういう全く一緒ですよね、はい、うちの塾では保護者の方にも診断していただいてお子様との相性を調べて、まあ、話しかけ方はこういうふうにした方がお子さんやる気になりますよっていう形のアドバイスなどもさせていただいております。じゃあもしかしたら今まで他の塾でいまいち伸びなかったやる気がなかった子が受験ドクターに行くと人が変わったようになんか勉強は楽しい言い始めるかもしれない。選手もそうじゃないですかね。このチームのこの変わるとドーンと良くなる選手っていうのはやっぱり、まあ、それに近いものがあって自信だったりそのね評価をされたりということでこのモチベーション変わってきますよね。まあ、私たちちょうど隣について一緒にドライブする感覚だからお子様の運転に合わせて隣でアドバイスする、ずっと付き添っていく一緒に走るんだっていう感覚で教えております。いろいろもう今お話を聞いただけでも随分とこの受験ドクターの魅力というのが伝わってきたんですが、他に何かこう売りになるポイントみたいなものはございますか。はい、お子さんから預かった答案に対して赤ペン真っ赤っか先生というのがあります。これどういうことかと言いますと、元大手塾のトップ講師が預かった答案に対して
単に採点をしてですね、例えば三角何点とか丸っていうそういうレベルではなく、あるいはここのところ減点だよっていうようなレベルではなくてですね、考え方や解き方を細かくアドバイスする、そういうものです。本当に赤ペン真っ赤っかっていうのはもう文字通りでして、そういう添削をしているというのが一つあります。それと教え方については偏差値20アップ指導法というのを掲げています。算数については考え方、根本原理を映像的にイメージさせる根本原理イメージ化指導法というものを開発しています。で、国語に関しても算数と同じようにきちんと論理的なプロセスを経て解ける国語読解方程式というものも開発しています。でさらに学習相談というものをですね、無料で行っています。これも実際に元大手塾のトップ講師が無料でお子様の学習に関するさまざまなお悩みご相談をですね、直接、まあ、お電話でですね、受けたまわっていろいろアドバイスさせていただく無料学習相談、これだいたい月に100件ぐらい受けたまわっております。はい、なんかもっともっと詳しく伺いたいなと思うんですが、はい、まあ、そのためには塾に行かなくちゃいけないのかなと思います。僕は小学生じゃないのでなかなかそういう感じですけども、実際その皆さんの本も出してらっしゃるということで、その本にもかなり書いてあるんでしょうか。はいはい、今日なかなか短い時間でお話ししきれませんでしたけれども、我々の指導法や考え方を、述べさせていただいた本を出しておりますので、じゃあ今ちょっと伺ったのもその中には、はい、詳しく書いてあるんですね。はい、今後これからの受験ドクターというのはどういった方向へ向かうんでしょうか。力のある先生をさらに獲得して、より多くのご家庭、受験生に感謝感動されるような授業を展開していきたい。それはもちろんです。ただ勉強自体は中学受験で終わりではありません。ですので我々は今ですね、中高一貫校から東大に進学した現役の東大生による指導ですね、で実際の中学受験終わったばっかりの中学1年生が自分の6年後をイメージできるような、そういう東大生と一緒に勉強することによって次のステップ、次のチャレンジに進んでいくような、そういう東大家庭教師ドクターというプロジェクトを進めております。さらに先々と J リーガーの選手と小学生が一緒に練習するみたいな、ね、うん、あ、もう本当にそれはもうモチベーションも全てにおいていいですね。でますますこれから子どもたちも勉強が好きになっているでしょうし、はい、あとぜひ最後に今日申し上げたいのはですね、はい、もしこの番組をご覧の我こそはと、思われる先生いらっしゃいましたら、ぜひ受験ドクターにご連絡いただければと思います。たまたま、ね、放送を見てらっしゃった先生の中で、はい、あったぞと、うん、自分はこの狭い世界じゃなくてもっと先へ行きたいっていう先生もいるかもしれませんからね、はい、まあ採用基準もかなり厳しいでしょうけども、はい、ぜひチャレンジしてくる、来てくださいですね。今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。こんなところが子供の頃にあったらよかったなという感じはしましたけども、ね、今度はですね、会社がたくさんあると思うんですが、はい、会社に社長さんって何人いましたっけ。1人でしょ、うん、2人、まあ、代表取締役という方がいらっしゃる会社があるとしたらどうでしょう。どんな感じなんだろう、ね、怖い社長と優しい社長実は社長が2人いることですごくいろんなメリットが生まれてくる、また外にもいい効果が出てくるということなんですよね。そこで続いてご紹介する企業さんなんですが、はい、その代表取締役が2人いらっしゃる会社、うん、しかも不動産の会社ということで、続いてご紹介する企業さんは、不動産の売買ですとか仲介から管理、個人投資家向けの利益物件のコンサルティングと、まあ、あらゆるこう不動産にまつわる事業を展開していらっしゃいます、こちらの企業さんです。どうぞ。はい、私もまあ隣にいる渡辺もですね、まあ、どちらかというと社内でですね、一般的な力の持ち主だと思います。そんな一般的な力の持ち主の2人でもですね、互いに信頼してお互いのマイナス面、お互いのまあ苦手な部分を補うことによって
1プラス1が本当に 2ではなくてですね、3とか4になるということを本当にあのビジネスの場で実感しております。株式会社ワールドウィン代表取締役 CEO 平沢聡さん、代表取締役 COO 渡辺俊二さん、不動産の売買、仲介、管理、個人投資家向け収益物件のコンサルティング業務などを手掛ける株式会社ワールドウィン。実は平沢さんと渡辺さんは前職で同僚だったという間柄。お二人が出会い意気投合したことから不動産会社を設立し、現在お二人で代表取締役を務め会社経営を行っています。よろしくお願いいたします。まずはこのワールドウィン、どういった会社なんでしょうか。不動産会社になりますが、一般的に街にあるようなあの不動産会社とは違いまして、収益ものの一棟ものを専門に扱っている不動産会社になります。一棟もの、はい、例えばマンション丸ごと全部とか。そうですね、マンションとかアパートとか、そういうビルですね、そういうものをあの全国の物件を扱っている会社になります。そうすると自分で住むというよりも、まあ、投資ということになるんでしょうか。そうですね、現在の事業内容なんですが、先ほど投資物件一棟ものを中心にというお話でしたけれども、そのあたりの市場というんでしょう、実際にビジネスの中で現状いかがでしょうか。バブル弾けましてもう20年以上経ってますけれども、今というのはどうなったかと申しますと、もう本当にガクンとですね、本当に不動産価格本当にガクン下がりまして、ただ一つポイントがありまして、物件価格は下がったんですけれども、家賃収入の方は当時とさほど変わらない状態が続いています。あ、そうですよね、賃貸の家賃金額ってそんなに下がってないですよね。おっしゃる通りです。ここに注目された個人の投資家様が、要するに割安になった不動産をですね、家賃収入、安定的な家賃収入を得ることを目的に今続々と購入されていると。昔は、はい、で転売が目的だったのが、そうじゃなくて運用していくという形に考えがあったと思うんですね。ただちょっと気になるのは、まあ、先ほど一棟買いだとか、まあ、かなりの金額になると思うんですが、先ほど そのバブルの頃は銀行が多少高くてもお金貸すから買えっていうぐらいの時代だったじゃないですか。ところが今はなかなか貸してくれないですよね。そのあたりいかがですか。今銀行さんがですね、そのいわゆる不動産投資、まあ、不動産を購入される方の後押しを始めている状態、はい、物件価格が下がりました、家賃収入は変わりません。ですから当時と比べると収益性が非常に上がっている状態です。ですからそういった有料な収益物件に対しては銀行さんが積極的にお金を貸してくれるような状況に今なりつつあります。普通だとなんか不動産屋さんでこういう物件ありますよって、いい物件ですよって、お金はじゃあ用意してきてくださいって言われますよね。そこからまあ話が進んでいくとか、どっか探しましょうとかってなるんですけども、もともとそこにバックアップしてくれる銀行さんがちゃんと御社にはあると、できちっとついてるからどうぞという、ですからもう全て安心して渡せるという状況なんでしょうね。そこがまあ利点なんでしょうね。私どもの事業の最大の特徴の一つとして、いい物件ってただね、営業マン誰でもいい物件って言うかと思うんですけれども、はい、そうですよね悪い物件はいませんからね。そうですね、最大の特徴は未公開物件っていうものに特化した会社なんです。ああ、そうなんですか。その未公開物件っていうのが、いわゆる名前の通り公開されてない物件です。要はインターネットとか広告紙媒体とかに掲載されているような物件ではなくて、要は競売って聞いたことあるかと思うんですけど、はい、その一歩手前の任意売却案件っていうような物件を非常に多く手掛けて、まあ、弁護士さん、会計士さん、債権回収会社ですね、そういうような会社の方から情報を得てお客様にご紹介するっていうサービスを年間私ども会員の方が2000人今いらっしゃるんですけれども、その2000人の方々に、まあ、年間300棟以上の物件のご紹介をさせていただいてます。未公開物件、任意売却案件とは一体どういうものなんでしょう。未公開物件とは、物件のオーナー側、売却依頼を受けた業者側の諸事情により一般公開が行われていない物件のことを言います。
任意売却案件とは、住宅ローンの返済が困難になった物件の所有者が住宅ローンをまとめて返済する目的で売却する物件です。よく不動産に掘り出し物はないなんて言われますけど、あるんです。あるんですよ。あるところにはちゃんとあるんです。要するに情報もですよね、うん、そこは情報の強さといいますかね。そうですね。やっぱり競売にかかるとなかなかね、これはもう皆さんが平等でいかなきゃいけないですけど、その前であればある程度融通が効いて、まあなるべく金額も抑えられてお互いにとっていいという。そうですね、おっしゃる通りです。まあ、私どもだからそこで単なる物件じゃなくていい物件を紹介することによってお客さんもウィンになって喜んでいただいて、なおかつ、いい物件を紹介するすればローン会社さんも、あ、ワールドウィンさんの物件はいい物件だし、あたと事故がない、そういう安心感も生まれて、そういうところでセミナーを一緒に共同開催していただいたりとかしてっていうところでの、まあ、ターニングポイントがあって、非常に私どもの会社も本当に嬉しい限りです。ワールドウィンですよ。皆さんが喜ぶ、そのね、提供される方も喜ばれるということですよね。そうですね、本当にね、安心して投資ができる環境のような気がするんですが、やっぱりその他にない物件がワールドウィンに行くとあるっていうのは大きいですよね。これはやっぱりちょっと聞きたいですよね、うん、どういうなってるのか、うん、どうなんですか、いくつぐらいこう規模は結構あるんですか。はい、まず数のお話をさせていただきますと、本当にいわゆる、未公開、インターネットですとか、あとは紙媒体の広告に一切出てこないですね、水面下で取引されるべき物件が、もう1日ですと1日1棟ペース、年間ですと本当に300から400の、という棟数の、情報が私どもに入ってきておりますし、それを逐次、私どもの会員様、2000名いらっしゃいます、その購入予備軍といわれる、まあ、アクティブなお客様がいらっしゃるんですけども、そういった方々にご紹介を差し上げているという状態です。当然その投資をする方、購入される方の予算だとか条件に応じて、紹介されるわけですよね。はい、そうから、300件もあれば、まあ、何件かは自分の条件に合うもの。いやー、だって1日1件って言ったらそれはね、はい、これはもう逆にはいつもねコンタクト取ってたら、もういろんなところからそういう物件が出てくるというね強さありますよね。しかも他と比べて、まあ、条件的にも非常にいいものだし、先ほどの話で銀行さんもついてるし、うん、これみんな知りたいんじゃないですかそれはね。まあ、それを知るためにはワールドウィンの会員になる必要があるということですね。セミナーにご来場いただいたお客様ですとか、あとはその個別に物件、まあ、いくばか広告も出してますので、お問い合わせをいただいたお客様というのは会員という形で、一応お客様 の, そのご情報ですね、例えばどれぐらいのご予算でお探しになられているとか、どういったその括りの物件、例えば、木造のアパートを探しているのか、東京都内で探しているとか、そういったお探しの条件を伺いつつですね、私どもの方で、まあ会員のリストに入れさせていただいて、逐次、新しい情報が入ってきたらマッチングを社内で行いまして、ちょっとご紹介していると。ということは会員になるための条件というのは特にないんですか。特にもちろんご条件というものは設けさせてはいただいてはいないんですけれども、ただし例えばそうですね、ただ、この物件いくらぐらいなんだろう、いやこれ10億円なんだけどとかっていうですね、ちょっと非現実的なお話を差し上げてもあれですので、必ず私どもの方でですね、一応弊社の社員と一度ご面識を持たせていただいて、どれぐらいの例えば、物件でスタートしましょうとか、そういったお話のすり合わせをしながら、その価格帯に合った物件をご紹介していると。ワールドウィンが主催するセミナーは毎月1回行われています。銀行と共同開催するセミナーは年 3,4 回程度行われ、毎回約50名の個人投資家の方が参加されています。例えば、この番組をご覧になってて、はい、ちょっと予算がある程度あるんだと、はい、でアパートのオーナーになって、はい、老後の資金を安定的に収入を得たいんだ、はい、なんて方がいらっしゃったら、はい、とりあえず一度お電話をするなりご連絡をしてご相談すればってことになるわけですね。はい、おっしゃるとおりですよ。実際どういった方が多いですか。マンション一つではなく、一部屋じゃなくてですね、一棟のマンションですので、本当にね、何千万とか億とかですね、そういった単位になりますので、ものすごいその富裕層の方が
こういった物件を買われていると皆さん思いがちなんですけれども、実はそんなこともなくて、私どものお客様の約 90% はいわゆるサラリーマンのお客様、5年収ベースでいうと本当に500万600万ぐらいの方から、一番多いところはまあ800万ぐらいの5年収ベースの方が、1棟8000万から1億円ぐらいの物件を買っていくというケースが非常に多いです。それはまあ銀行さんが融資をしてくれるからというところも大きいわけですね。あとはやっぱりそのリタイアした後のことなんですかね。そうですね、おっしゃる通りその2つの側面があります。そのいわゆる購入検討者様というのは、いわゆるその雇用が、今少し景気がねアベノミクスの影響で少し良くなってきつつあるとは言われてますけれども、ただしちょっと前のようなですね、その終身雇用が完全に敷かれている、がっちり守られた状態とは違うよというような判断皆さんされていると思いますので、もうご自身の自衛のためですね。そうでしょうね、今のお仕事が何らかの形でリタイアをしなければいけないとか、そういった状態の時に家賃収入があったらですね、どれほど心強いか。なるほど、ちょっと魅力的ですよね。アパートの大家さんっていうのはちょっと待ってみたい気がしますよ。多少高くてもちゃんとね、銀行さんがバックアップしてくれるなら。ただだから普通に考えてるとアパート1棟って言ったってやっぱり何千万なり、億単位のものが多いわけですから、そうそう簡単に買えるもんじゃないだろうって、銀行も貸してくれないだろうなんて思ってても、一度ちょっと相談してみるともしかしたらという道があるわけですね。有料物件は未公開物件ですから間違いないですよね。ってことはセミナー行けばいいんですよ。とりあえず、ありがとうございます。電話して、セミナー行って、セミナー、セミナー。来年あたり、マンション松木が、どっか建ってるかもしれないですからね。その時は棚子で入ろうかなと思いますけど。さて、ワールドウィン、今後はどのような方向に向かわれるんでしょうか。はい。先ほどから再三申し上げております、弊社の最大の特徴、最大の売りである、この未公開物件の情報の収集、開拓、そしてお客様への紹介、このボリュームをですね、もっともっと大きくしていきたい、もっともっと世の中に貢献していきたいと思っています。現在は年間300棟ほどの、ご紹介を差し上げられておりますが、来年度、次の年度には400にしたい、その次の年には500にしたい、そして現在私ども、東京に会社がございますが、その取扱いエリアもですね、首都圏が今8割程度になっておりますが、まだまだその情報ソースというのは、地方にまで目を向けますともっともっとありますので、そういった意味ではその、皆様に ご提供できる有料な物件の開拓、その数を増やしていきたいなと思っております。これちょっと、一般の方のチャンスが広がってきますね。広がりますね。ぜひ今後とも頑張っていただきたいなと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。